ました。今回は延岡市にあります船倉町1丁目カジュアルビールバー W さんにやってまいりました。はい、国外のビールがですね、なんと30種類以上もあるそうです。今日は店内で試飲してみたいと思います。どんなですねビールバーになっているか、こちら入っていきたいと思います。それではレッツゴー。こんばんは。はい、皆さん店内に入ってまいりました。ね、じゃーん、もうすごい素敵なですね赤のコントラストです。ね、店内もうカウンターすごく長くて、でこちらの方はずーっとねボックスもねありますね。もう店内に来られたらご家族連れでもいいですし、ね、お二人だったらこちらのカウンター座られてね語るのもよしです。はい、で今日はですねもう海外のビールがあるそうです。楽しみです。こちらですね、わあすごいですね。もうこちらからずーっとね、こちらまでなんと30種類以上もねあるそうですよ、ビールがですね。私的にはですね日本のビールしかあんまり最近飲んだことないので、今日は楽しみにしております。店内には数多くのね種類のビールがあるそうです。で、そしてこちらにおられますのが今回、はい、このお店のオーナーさんです。はい、脇坂さんです。はい、皆さんこんばんは。脇坂さんは今日はですね、はい、こちらのビールをですねちょっと紹介していただきたいと思うんですけれども、大体何十種類のビールがこちらなんですか。海外のビールは33種類。あ、すごいですね。このお店を始めるきっかけっていうのはもうやっぱり脇坂さん自体がビールが好きだっていうことですかね。じゃあいろんなビールを飲まれたんですね。世界に約400、500、10種類がある中の約4分の1を飲んだことがある。もう4分の1って言ったらすごいですね。それはいろんなところで日本ではいろんなお店に行かれたということですね。いろんな海外シェフのオーダーのお店とかに行って、そしたらもうね、こう脇坂さんに来て、もうどんなビールがいいか、味をね、もうこのビールが飲みたいって言ったら、もうすぐ出していただきます。はい、ではこちらからちょっとですね、もう変わったラベルがですね、ずっとね、貼ってあるので、ちょっと今まで見たことがないね、ビールなので、ちょっと、こちらのビールなんかは、どこさんなんでしょうかね。ここは、ビールの、まあ、世の中に広めたってことで、ドイツとベルギーの、世の中にビールを広めたのはベルマン人なので、ビールの聖地と言われているベルギーとドイツですね。はい、修道院の何かビールと言われているのがビールなんですかね。修道院ビールが、まあ、このレーベンブロイっていうものから、はい、このビネットっていうこの水色のバックグラウンドのビールのあれが修道院ビールです。もうどうしてまた修道院ビールっていうふうに言われるんですかね。まあ、いろいろ諸説はあるんですけど、十字軍は、一番、まあ、有力な説って言われてるのが、ヨーロッパを十字軍が占領しているときにワインしか飲んではいけないというルールができて、それ以前にビールがあったんだけど飲めないということで隠れて作っていたというのが有力な説になっていますので、まあ、いろんな説があるのでそれが正しいかどうかは分からないです。ちょっと飲んでみたい気持ちになりました、ね、それからこちらになんか果物お肉が釣れるのもかり目をしているか。こちらは果物の何か
果物の果汁が入っているビールに、まあ、特製とか苦いビールが苦手な方にもおすすめしてる。そしたら私にね、今日はちょっと苦いのが苦手なのでそれでもいいですね。ちょっと試してみたいと思います。みんなもいいですね。そしてまたこちらになるとライオンや表などが出てきているラベルもあります。ただのビールですね。このライオンから、まあ、ライオンからこの日本のこのビールまでがアジアビールラインだから朝日もあるよね。もうこのビールしかなき飲んだことないんですけど、はい、飲みようかというかな。お味的にはどんな黒ビールとかフレンチビールとかありますか？このライオンメリーは黒ビールになります。黒ビールですね。このスリランカなので、よくカレーを食される国なので、カレーに旅行が合うようにできているビールです。なる、香辛料にもうちょっと辛いなと思う時にちょっと香辛料に負けないように意外ぐらいのビールだそうですよ、皆さんですね。なんかコップがなんかありそうな感じですよね。こちらもなんか試してみたい感じがします。それからバドワインさんとかはちょっとありますね。ここは、アメリカ、アメリカ大陸のビールです、ね。では水玉のアメリカ大陸の中でも珍しく、修道院ビールホームランホワイトビールなんですけど、バドワイザーとクワールとブルックリンが、これは普通にカナダのマテルラガービールと同じです。ラガービールなんですね、これ、ね、すごいいっぱいありますね、楽しみに。あ、これはなんか聞いたことありますね。一番有名なビールですね。そうですね。それで何かこう、このまま開けて多分飲まれるんですよね。そうです。はい。メキシコでは冷蔵庫が発達してないので、ぬるいまま飲むビールということで、アルコール度数が 4.5 以下ですね。で中に柑橘系、レモンとかライムとか飲まれる方もいます。その中に唐辛子を入れて飲まれる方もいます。唐辛子をこの開けてこの中に唐辛子をそのまんま入れて飲まれる方もいます。すごいですね。そういう試し方もあるんですね。ビールって言ったらですね、国々によって、飲み方が違うってなんかすごくね、国のなんか文化を知ったような感じがします。はい、ね、こんなにたくさんありますけれど、こちらのビールをこちらに来られたお客様が。何時間くらいやられて飲み放題とかそういったのがあるんですよね。飲み放題はこちらに書いてあるんですけど、飲み放題入りました、はい、男性が3500円で、女性が3000円、はい、一応2名様からって感じになってます、時間は2時間、はい、2時間もいたらいいですよね。どこかのお店でご飯を食べられて、ね、居酒屋かなんか食べ終わられたら、何かほんとくさきしたい時ありますよね。お一人でもなんかゆっくりしたいなっていう時は、ね、このお店に来ればですね、ほっとできますよね。一人でもいいんですか、お客様は。一人でも大丈夫です。一人で来られても、気軽に来られてもいいそうですよ、ね、優しそうだね、オーナーさんですので、お話し相手になってくれますよ。こんなにたくさんあるんですね。でこのビールを普段のビールをもう飲み飽きてる人もいいですよね。日本で飲まれてるのはアサヒビールとキリンビールだと思われて、思いながらで、それ以外のビールを使っても飲まれるかなと思います。そうですね。
しもうとしている方ですね、あのオレンジビールとか普通のビールの色が全然違うじゃないですか。ホワイトビールとかあとブラックとかありますから、まあ、あの私はもうブラックが大好きという方ですね、こちらにこうゆっくり座っていただけると、あのオーナーさんがブラックをこの中に選んでくれます。ブラックの中でもこういう味がいいなって言えばもうすぐですね、これがいいなって出してくれますので試してくださいね。皆さん知ってました？白ビールとかね、黒ビールは知ってたけれどもオレンジ色のビールもあるそうですよ。今日はどんなビールをですね試させていただけるのか楽しみです。はい、皆さん、こちらじゃーん見てくださいね、ビールの絵が書いてありますよ。ね、これは何でしょうか、ね、はい、こちらの色がですね、まあ、種類によってまた違うんですけど、こちらレッド、ね、ビールのレッド飲んだことありますか。はい、レッド、ね、そしてブラックですね、はい、そしてクリアですね、まあ、日本のビールがね、でこちらがさっき言ったオレンジになります、ね、この4種類をちょっと試してみたいと思います。まずはこのレッドから試したいと思います。はい、皆さん、はい、こちらにあるビールね、じゃーん、本当に変わってるビールですけど、はい、どこの国のビールなんでしょうか。これはイギリスのビールになります。ね、ラベルも何かも変わってますよね。何か賞を取ったビールということなんですけど、はい、これ日本でいう秋口頃ですね、に、世界ビール品評会っていうのがあるんですけど、全世界のビールが、ヨーロッパの他の国で開催されてるんですけど、その中で、ジャンルに分かれて、大会があるんですけど、このビールは、国際的なオーガニック団体がお墨付きのオーガニックビールになっている。体に良さそうなビールですね。お素材から何から、全てのものがオーガニックで作られているので、体のお酒を飲みたいけどそういうものに気を使っている人におすすめしているんですね。女性にはなんかぴったりな感じがしますよね。女性とかセリストアーズ、そういうのに使っている方は今出しています。そうですね、もう体に優しいビールです、ね、健康的なあなた、ね、一度おすすめします。最近なんか飲みすぎてるなって思われてる人もいいですよね。じゃあちょっとこちらのビールをですね飲んでみたいと思います。綺麗な継ぎ方にね、行きますね、こう綺麗に泡のちょうどよくね、程よく泡が、ね、ちょうどよくこれもビールも入るんですね。はい、それでは、はい、こちらはレッドです。銀行ですからちょっとビールいただきます。美味しいです。あ、今生き返りました。もう泡がですね、もう本当にクリーミーで、ビールもですね、コクがありますね。美味しい。
もう本当に今から先、ね、夏やってきますよね。もう今から春からずっと暑くなってきますので、今のこのビールを飲むとですね、喉の渇きが一瞬にして取れます。味もすごくあのナチュラルで、ね、フルミでいいですね。そうですね、これ女性はすごくハマりそう、ね、足がですね、もう前に、すごくレッドって言ってもね、そんなに真っ赤ではないですよね。綺麗な色ですね。もう一口、ね、美味しい。もうこれは本当にですね、あのどんどん飲めます、ね、何かおつまみなくてもですね、こちらは飲めます、ね、もうスーッと爽やかに入ってきますよ。こちらがレッドでした。はい、先ほど、はい、飲ませていただきました。こちらはサメル・スミスというビールです。え、レッドですけれど、ね、なんか本当に綺麗な琥珀のような琥珀色ですね、はい、あの日本ではですね、本当に、まあ、あのこちらに入るときにですね、もう許可が下りてこちらの方に入るまでがすっごくあの許可の審査が厳しいそうです、ね、その審査をスルーして、ね、やってきたのがこのビールです。そして県北発、富岡発です。ぜひ皆さんお試しくださいね。はい、皆さん今度はですね、こちらじゃん、はい、黒ビールです、ね、黒ビールはよくね皆さん飲まれると思います。はい、あの濃い味とかね、薄い味とかっていうのは私は全然飲んだことないんですけど、どんなビールが出てきますでしょうか。はい、皆さんこちらの方が黒ビールです、はい、こちらのビールなんと4種類あります。で、なんだかちょっとラベルもですね変わってきてますよ、はい、でこちらのビールはどんなビールでしょうかね。まずこちらからいきますか。はい、これはあのドイツのルテンベルガーカスタムロックっていう黒ビールの、黒ビール、これ修道院の黒ビールなんですよ。これはあの向こう の, あのドイツの飲み方ですると、これはジョッキで飲みます。あのすごく味が、あの変わった味がするっていうか、飲まれた時に多分許されると思います。その隣ですね、こちらのレフレフブラウンっていうビールです、はい、こちらも修道院ビールになります。でもうかなりフルーティーなビールです。フルーティーですよ。でその隣はですね、これがあのイギリスの隣にあるアイルランドの、ギネス、まあ、プロビールとしては有名なビールですね。僕はあの飲んだ後に、苦味が、その後に 甘みが来ます。そういうビールです。その横がですね、これライオン。ライオン。はい、スリランカのビールになります。はい、皆さんこちらがね、もうジョッキでなんか飲まれるそうですね。なんかちょっと大きいですもんね、これでいるだけが。これがもう、ドイツの標準サイズ、これを500 の, あの日本でいう中ドッキ、次いでミッド、飲んで、まあ、肉料理を食べるっていうのがドイツ料理です。肉料理ですか。そうですね、やっぱりドイツといえばなんかもう、パッと見ると焼酎の瓶みたいなくらいの大きさですね。ジョッキで飲む方がいいそうですよ、ね、楽しみですね、皆さんね。で、こちらはどうやって飲むありますかね。このレフっていうビールは修道院ビールになりますので、はい、あの白ワイングラスみたいなビールで、あのグラスで飲まれるのが一番美味しいかと思います。そしてこちらが、アイルランドのギネスっていうビールは
して最後にこちら、ライオン。ライオンもですね、スリランカというカレーの国の一つでありますから、香辛料に負けないようにストレートに、すごいですね。もうどれも何かも一回試してみたくなる、ね、ビールばっかりですよね。今日はこちらのビールを、ね、飲ませていただきます。リフブラウン、では早速お願いします。スレスレのところですね、ぜひていただきました。しかもこぼれていないというのがすごいですね。さすがプロでしたね。それではこちらいただいてみます。なんかドキドキワクワクです。あ、美味しそうです。コーヒー色みたいな色です。いただきます。このカレーですね、なんか香ばしい、ね、香りがします。あ、なんかね、本当に美味しいです。あの、この何ですね、香ばしさを味わいたい方、ね、いらっしゃると思います。コーヒーでもね、ちょっとほろ苦さが好きな人がいますよね。で、こちらはなんか大人のビールって感じです。とても美味しいです。最初に何かこうね、甘い感じの味がして、それからキューッとですね、あの香ばしさ、うん、香ばしい香りがギューッと後でこう鼻と口からキューッと出てくるような味わいを、うん、感じさせます。これはですね、癖になりそうなね、お味ですね。美味しい。私あのビール先ほどね、もう前は苦いのがダメって言ったんですけど、これならいけます。もうこのほろ苦さにですね、ハマってしまい、ね、しまいそうになりました。美味しいです。ぜひ試してくださいね。本当美味しかったです。はい、皆さん、このこちらのビールは、はい、もう今までのビールと全然違います。あの黒ビールがですね、もうあっさりとしたビールしか飲んだことなくてですね、コクがあんまり感じられなかった、ちょっと残念だったんですけど、こちらの黒ビール、ね、初めて飲みましたけど、全然今までのビールと全然違います。もうあのコクがあって香ばしくて、うん、女性もこの味なら大丈夫です。いけますよ、ね、ぜひ試してください。はい、じゃあこちら今度は、はい、クリアです、ね、普通の方もいつもビール色です。でも、お味はどうかなっていうところです。ね、今回のビールですが、楽しみです。はい、皆さん、じゃーん。はい、こちらはクリアです。え、クリアすごい種類が豊富です。え、皆さん、こんなに種類があるんですね。これもあの、国ごとに今、並べてくれたんですよ。はい、こちらから。え、こちらかは何でしょうかね。アメリカ大陸ですね。この3本は、うん、アメリカですね。アメリカ。で、これがコロナがメキシコ。で、日本代表が朝日です。
で、日本の真下にある台湾ですね、台湾で、シンハ、これがタイですね、デオも同じくタイですね。で、このメッシーナ、あまり有名ではないですけど、まあ、イタリアのビッグビールで、ハイエンテン、これがオランダのビールです。すごいですね、国から国へ色が濃く出てきました。はい、なんかラベルもすごいね、決まってますよ。こちらがずっとしますね。すごい色もですね、クレアって言っても色がね、いろいろあるんですね。これは瓶の色ではなくて中身の色ですね。コロナマンには透明な瓶に入っているそのまま、クレアクレアね、いいですね。じゃあ今日はこのビールをそしたら、日本のビール代表の朝日と比べて、変わった系のビールっていうのをおすすめしたいので、ニューヨークで一番有名なブルックリンナーを紹介したいと思います。ニューヨークですよ、皆さん。いいですか？なんかニューヨークに来たような気分になると思います、あなたも。それがこちら。すごく変わってますね、ラベルもですね。ニューヨークの、ニューヨーカーが生まれるんですね、あちらへから。このニューヨークの方が生まれてますね。そうですね。わあ、ちょっと楽しみです、皆さん。ね、他にこう、こちらのビールの中でちょっと紹介したいなと思うのはありますか？何か。台湾ビールっていうのはちょっと珍しいですね、この。台湾ビールはですね、この中で実はですね、世界ビール品評会で、この長ビールのジャンルで3回優勝してるみたいなので、ぜひ飲んでもらいたいビールの一つではあります。その大会が世界のビールの大会3回優勝しました。3回も優勝したビールですね。すごく貴重なビールですね。こちらのお店では ね飲めるという、なかなか飲めないですよね。いろんなところに探してもですね、台湾ビールとか台湾だと、飲めるかで置いてる店はちょっと台湾の中華料理屋さんに含まれてるかなと思いますけど、なかなか。あとはですね、タイとかね、こちら発泡酒になるんですね。発泡酒なんですけど、それは日本で販売するときに規制で発泡酒になってるだけなので、向こうではビールとして比率して売られてるんですね。少しだからもちょっと飲みやすい感じですね。これはクリアな感じです。クリアって言ったらクリア。すごいですね。例えばこのシンハーとかはですね、そのビールはですね、タイの王様に献上されているビールでもあるので、結構格式の高いビールでもあります。王様が飲んだというビールですね。これを飲んだら何かちょっと王様になったような気分を味わえちゃう感じですね。日本何年、耐久国がもう中国も近いですし、インドも近いですし、こんな料理に合うビールなので、すごいですね。どれもこれもなんか本当に楽しみになってね、もう一回来られたお客様がやっぱり頻繁にね通われるっていうのは、こういうこう今日はこちらのビールを飲んだら次は台湾ビールを飲むとか、もう次に何かねこう目標があってね通われると思いますね。それがすごく魅力ですね。はい、角度をちょっと足して、
クリア、ね、いただきます。はい、皆さんニューヨークのビール飲んでみます。いただきます。香りがいいです。何かこうバラのような、何ですかね、フルーツのような香りですね。すごいね、あの、何ですか、女性に人気なんですね、何ですかね、フルーティーな、何ですかね、フローラルな香りのビールです。すごくこれなんかすごいおしゃれなビールですね。わあ、美味しい。うわー、いいです。なんか都会的な感じです。これは喉越しがすっきりでスーッと入りますね。喉越しすっきりでもうキューッと入ってきます。サラサラーっと、とても美味しいです。これは今ニューヨークで、ね、若い人たちから人気なビールです。なんかおしゃれな香りがします。何でしょうかね、飲料は。コップがもう麦ですね。香りがすごくいいんですよ。これはもうブレイク間違いなしですね。こちらの延岡では、延岡ではこちらのお店しか置いてないですね。だと思います。そのブルックリン長野もこの間新しい味が発売されたので、ブルックリンラガー、ね、ラガーですよ。ラガーの、この間発売されたラフが、茶色みたいなやつ。これもまた新発売で、ね、この色が、茶色い色のビールが新発売だったそうです。それも一回飲んでみたいですね。美味しかったです。試してください。はい、皆さん、はい、じゃあ次はですね、こちらですよ。で、私はあのレッドリー、ね、フラッグリー、クリアはいただいたことがあるんですけど、実はオレンジ初体験なんです。初体験、こちらですよ。で、オレンジとそのビールが頭の中にどうか一緒になって考えられないんですけど、オレンジのビール、ね、こちら初めての飲み物が初ね、ぜひちょっと体験してみたいと思います。はい、皆さん、こちらがオレンジのビールです。じゃーん。はい、見た感じオレンジじゃない感じがしますけど、でもこれ開けたらオレンジの色なんですよね。わー、楽しみです。なんかその不思議感がですね。はい、これはどういったビールなんですか。名前はマスペールペールっていうアイルランドのビール。バスペールペールだそうです。イギリスのビール、イギリスのビールだそうですよ。そのバスペールエール、これがオレンジという名前がこのバスペールエールの中のエールがビールの種類です。ペールエールというのがビールの種類だそうですよ。じゃあ早速試してみたいと思います。よろしくお願いします。分かりにくいと思うので、こうやると分かりやすいかな。オレンジの色、オレンジ色です。はい、皆さん早速飲みたいと思います。オーナーさんの脇坂さんがですね、やっぱり継ぎ方がすごいおしゃれでですね、もう
で一つ一つのビールによって継ぎ方が全然違うそうですよ、ね、やっぱオレンジビールをいただいてみます。楽しみです。美味しい。すごくですね、スーッと入ってきますし、ごくごく入ってきますね。イギリスっていう国が紳士の国なので、それを飲みながらお仕事をするっていうのがイギリス人の飲み方なので、そういうふうな作り方をする。イギリスね、のビールですからお仕事しながらですね、もう本当飲めちゃう感じがします。あの全然しつこくなくて、お仕事の邪魔に全然ならない感じがいいですね。イギリスですよ皆さん。イギリスの貴婦人になったようなそんな感じじゃないですか。うんって言わせて。ああ美味しいですね。ハイネッケンとかね、行ったりをしたりしますけど、全然ちょっと味が違いますよね。やっぱり国産のビールとかは全然ね味が違いますね。美味しいです。泡もですね、ちょうどいい、よくついていただきましたので、この泡がですね、ずっとなくならないんですよ。なんでかなって思ったんですけど、やっぱりこれは日本とは全然違うビールだから。そうですね、作り方が全然違うから。作り方、先ほど聞いたんですけど、ワインと同じような。こちらがウイスキーと同じ醸造で作り方だそうですよ。すごいですね、そんなのを初めて聞きました、ね、美味しいのでもう一杯飲みたいただきます。これはもうピザにも合うし、ね、ソーセージなんかも焼いて、こちらはこちらソーセージとか焼いていただけるということなんですよね。だからもう女性の皆さん、男性の皆さん、はい、ソーセージをつまみながらですね、こちらのビール楽しんでくださいね。はい皆さん、はい、こちらがですね、はい、もう女性人気の大人気一押しの、はい、ビールですよ。何かビールの中でも中にピーチとかチェリーとかですね入ってるんですよね。うん、初めてです、こういうビールですね。果汁が入ったビール、皆さん初めてじゃないですか、ね、楽しみですね。こちらからレモンですかね、はい、レモンです。スペインのものになります。スペインからレモン精油しました。でこちらがチェリー、はい、ミスティックっていうビールの中のチェリーとその上の横が、うんうん、そしてこちらがそれがですね、ビールマス、ビールマスっていう、はあ、全てビールというのがね考えられないぐらいですね、おしゃれですね。まあ、やっぱりベルギーと聞くとですね、チョコレートの甘いイメージしかないんですけれど、ね、こちらのチェリーとか果物を使った、ね、こういったビールを作られてるんですね。最近できたジャンルのビールですね。じゃあ私はなんかこういったラベルとかですね、こういったねすごい興味がありますけどね、かわいいですね。じゃあ本日はこのようなですね、こちらのレモンビールを、うん、レモンビールはちょっと楽しみですね。あの瓶のホップとレモンが合うっていうのがですね、ちょっと自分の中でも初体験なので、かわいいですね、ラベルもですね、試してみたいと思います。レモンビールは、はい、
美味しい。お楽しみに。レモン、レモンビールですよ。なんかレモンとビールっていうのがですね、どんな風な感じでお口の中に広がってくるのかね、すごい楽しみです。じゃあいただきます。あー、美味しい。すごいですね、女の子が好きな味ですね。ほんとレモンの果汁たっぷりですね。味もなんかさっぱりして、これはあのビールの苦さがちょっとダメな人がいますよね。そんな人にはですね、もうほとんどこうチューハイのような、なんだろうね、レモンライムのような、なんかそんな味ですよね。このメーカーがカクテルビアというジャンルらしいんですけど、ビアっていう名前ですか。日本のメーカーの名前ではカクテルビアという名前で、ね、発売されているそうですよ。これ女性すごく、ね、ビールが飲みたい方もですね、ノンアルばかりじゃなくてですね、こちらビールの中にレモンの果汁がたっぷり入っています。すごく新鮮ですごくフレッシュです。美味しい。本当にまるでチューハイみたいな感じですよね。ビールはですね、レモンの果汁ってですね、本当にビールよりもですねちょっと濃く入ってるので、うん、レモン好きのあなた、柑橘系大好きなあなた、ぜひ飲んでみてください。なんかビューティーです。はい、皆さん、なんとこちらのビールですね、レモン味の爽やかで、もう柑橘系大好きなあなた、ね、これ飲んだ方がいいです。美味しいです。体にもすっごく良さそうです、はい、レモンビールなんと700円。ねね、この700円でいいですよね。こうついでもらってですね、そしてまたまだ残ってますもん、うん、これはいいです。初めて飲みました、レモンビアビールです。ぜひ試してください。はい、皆さん、こちらがなんとじゃーん、はい、こちらの、ね、お店では一番高い、ね、ビールです。これビールですよ。見た感じなんか全然ワインのような、とすればこちら焼酎のような入れ物ですね。この中になんとビールが入っています。ベルギーのビール、ね、そしてスピンのビールってありますけれど、なんとこのお値段を、ね、はい、こちらのセントセバスチャンのダーク、うん、エールっていうのはですね、当店では一番高いビールになりまして、これが4500円になります。4500円、でもこの一瓶がね4500円で、そうですね、手作りなので、あんまり入荷しないんですが、早物勝ちになります。皆さん、もう絶対早物勝ちですよ。ビールが大好きな方ね、先ほどブラックの、ね、ビールとか飲みましたけど、私も今日で目から鱗です。目から鱗。なんでかって言ったら、今まで黒ビール美味しいのに当たったことがないんです。もう、ほろ苦さも大好きになったぐらいですから、こちらの変わったビールですね。はい。探しちゃんだ。ぜひ一瓶、寄付してもいいんですか？で、通って、寄付は難しいですね。ショットでもいいですか？ショットでも大丈夫です。じゃあショットでですね、試してくださいね。どんな味がするんだろう、これ。これはですね、アルコール度数が結構高くてですね、7以上あるんですけど、ものによっては多分9以上のものもあるんです。本当手作りなので味がバラバラです。まあそこが楽しみなビールなので、ついた時にどういったりする。コーヒー牛乳じゃないです。いいですね。なんか飲んでみたくなってしまいました。
してこちらがなんかワインのような、はい、これがジャンル的にシャンパンビールって言われてるジャンルです。シャンパンビールっていうの聞いたことないですよ。シャンパンとビールを合わせたような感じなんですよ。でこのビールがですね、ここ最近できたビールなんですけど、ヨーロッパの、ミシュランガイド星付きのところで出ているビールになります。その星3つとかいうのですかね、ミシュランに星1つ2つ3つっていう、このそのやられてるものと同じ2つ、ミシュランのそのリストが有名なスタンプに置かれている。このビールはすごい貴重な高級なビールですね。ビール、実はこのビール界のドンペリって言われてまして、ドンペリですよ。でもほんの飲み方はないんですけど、ね、飲まれる、飲めたいなと、飲みたいなと思われている人がですね、ぜひこちらの無効化のこの店に来たら飲めますよ。ちょっとでも、ね、いっぱいいくらぐらい、これがですね、小さい瓶があります、はい、こちらの方、小さい瓶がありますので、こちらの方をしょってる飲まれるときは飲まれるといいかなと思います。これが一杯でいくらぐらいに、おいくらぐらいになるんですか。こちらが1400円です。でこの大きいものになると、例えば大人数で来ていただいた方がいいので、これが3000円で当店で出しております。味わい深いね、貴重なね、もうビール2のあなた、ね、ぜひぜひこちらのビールを一回試してみませんか。もうこれなくなり次第ですね、また入荷をするのがちょっと時間がかかるそうですので、ぜひお早めに来て、ね、いっぱいをお楽しみください。それでは今から試してみたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ次見たいと思います。これはメーカーの指定でシャンパングラスでということなので、シャンパングラス、シャンパンビールっていう、シャンパンビールっていう、皆さん、シャンパンビールです。ね、今先ほど聞いた時に、え、シャンパンにビールなんだろうと思うんですけど、はい、これが私体験初のシャンパンビールです。ちょっといただいてみます。あ、本当にシャンパンのね、グラスですよね。本当にシャンパンの香りがしますね。下からほらずーっと泡が上がってくる、まさしくシャンパンですね。綺麗。これは何か記念日とかね、誕生日とかですね、恋人同士が2人で来られて、これ乾杯なんかしたらですね、すごく合いますね。美味しいです。こちらはビールよりではなくてシャンパンよりのなので、シャンパンよく飲まれてる方はこちらが、おすすめです。飲みやすいですね、飲み口も。いや、これは本当に私みたいな炭酸水の人がですね、飲まれるとですね、ビールのほろ苦さよりもシュワーッというね、炭酸系が、ね、出てくるのがすごい醍醐味だと思います。ぜひ試してみてください。これは一杯いくら、おいくらなんですね。1400円です、ね、誕生日とかでもいいし、ね、気軽にこちらの1本をですね、はい、こちらの1本を頼んで、ね、飲まれるのいいですね。お二人なんかでよくね、飲まれるといいかと思います。ぜひ試してください。シャンパンビールですよ。はい、こちらはですね、有名なレストラン、海外の、何か三つ星を、呼んだということなんですけれど、このシャンパンビールは、シャンパンビールを、開発した
したシェフがいまして、はい、そのシェフがミシェランガイドに載っているシェフが、シェフと、はい、ビール会社が共同で作ったビールになります。なのでヨーロッパではミシェランガイドに載っているお店でしか売ってないビールになります。皆さん聞きましたね、ミシェランガイドに載っているビールというのもなかなか延岡では味わえないですね。ぜひ来てくださいね。こちら三つ星レストランとかにも、ね、海外で置いてあるビールだそうです。ぜひ試す価値あれです。はい、皆さんですね、先ほどのシャンパンビールなんですけど、ね、三つ星レストランに置いてあるというですね、シェランメナノニックの瓶ビール、ね、シャンパンビールにこれがついてあるということなんですけど、こんなの見たことありますか皆さん、ないですよね。こういうのつい今焼酎にもないですけど、こちら初めてですよね。世界のセレブを迎えるためにワインはあるがビールは少ない、そのためにビールは開発されましたという、三つ星マーク、なかなか三つ星ね取れないんですよね。こういったですね中身がね、こういう風に書いてある詳しい説明書ですよねこれ。うーん、いやーすごい、こちらついてる、すごいですね。価値のあるものです。体験させていただいて本当に感謝です。はい、皆さん本日はですね、本当にいろんな国のビールを堪能しました。すっごく美味しかったです。ありがとうございました。本当に延岡でですね、各地の、ね、美味しいビールをですね味わうお店、ね、こちらの店のですね、もうこの醍醐味、ビールの醍醐味を味わえるのはここしかありません、ね。本日ですね、一品一品試されるメニューというのがビールがありましたけれど、なんとこちらではお安く2時間で飲み放題メニューというのもあるそうです。はい、では女性の方も男性の方もいいんですよね。はい、金額の方が男の方が3000円、女性の方が3000円です。ここには書かれてないですけど、ビールマーの数が限りありますので、1000円以下のビールを5本までの飲み放題と、あとこれに、焼酎をセットでの飲み放題があります。あそこいくらになるんですか。5本、まあ、全部一緒です。あ、はい、金額は一緒です。あ、5本の種類を飲み放題ということで、こちらの飲み放題ですね。わー、すごい楽しみですね。もうこの飲み放題企画って言ったら、もういろんな20歳からお酒は飲めるそうですよね。もう年配の方はいいですよね。こちらもちろんおしゃれな、ね、ビルバーですけど、来られていい人ですので、ぜひお越しください。はい、飲み放題、はい、すごい お安い値、ね、段、ね、で、ね、これ以上ちょっと下げることができませんそうですね。それからこちらにはノンアルコールビールもですね、すべて用意してありますので、もう片一方の方は飲まれても、片一方の方は飲まれないのはちょっと残念ですよね。でもおしゃれなノンアルコールビールありましたね、はい、先ほど見せていただきました。ノンアルコールビールがですね、ドイツのノンアルコールビールがありますので、へー、すごい、日本のノンアルコールビールと飲み比べられると、ビール味が違うみたいな。わあ、すごい、もう一本一本がですね、もう普通のビールと全然違うね、その差が分かります。そしてノンアルコールビールもですね、その差が分かりますね。それと一本一本にこだわりを持ったね、お店なそうですよね。皆さん楽しみにしてみてくださいね。そしてこちらではちょっと楽しみな何かこう、なんだろう、こう企画というかですね、そういったものが何かこれから先何かこうしようかなと思っているっていうことありますでしょうか。はい、期間
限定なんですけど、ジャパニーズビールセットっていうのを作りました。あの、アサヒビールと柿の種っていうのをもうロックピランチで作りました。もう本当にジャパニーズの方が大好きなそうですね、柿の種っていえば。これも日本だけのビールの楽しみ方なので、他の国はあのドイツ、ベルギーは肉、ウインナーとウインナーとかソーセージで飲みますし、まあ、他の国の人は他のお酒の楽しみ方が違うので、うん、和だと、はい、ジャパニーズというのを作りました。素晴らしい考えですね。本当にですね、私なんかも柿の種とか大好きなんですよ、ね、それとそのビールのそれをセットにして組み合わせたセットメニュー、はい、ね、それがなんと、ね、うん、アサヒビール単品で頼まれると600円なんですけど、うん、それに柿の種を合わせて、うん、あの900円に。え、900円ですか。すっごく安いですよね。大丈夫でしょうか。大丈夫です。オーナーさんの心意気すごいですね。もうハートですね。ありがとうございます。900円でなんとですね、そのビール、ね、おビールはどのあのビール、アサヒビールですね。アサヒビールです、うん、それと柿の種を、ね、少しずつ食べていただいて、ね、堪能してゆっくりの時間を過ごしていただきたいと思います。素晴らしい企画ありがとうございます。それではですね、まあ、本日はですね、いろんな、ね、あのショットビールもですね、あのいただきますのでですね、このビールを飲みたいっていうビールをですね、もうずらーっと並んであるので、ラベルを見てでもいいですし、あ、これって言ってですね、皆さん、あ、このビール飲ませてっていうだけでですね、あのオーナーさんがどういう醸造で作られたかですね、どの国で作られたか、どんな味かというのをですね、こと細かく教えていただきますので、ビールが全くわからないあなた、ね、こちらにゆっくり来られることを、もう安心して来られることを、はい、お勧めします。本日は本当に ありがとうございました。いろいろ堪能させていただきました。はい、皆さん、すっごく美味しいビールをいただきましたね。すごく堪能しました。こちらのビールはですね、なんと600円からね、ショットいただけるそうですよ。なんとお安い値段でしょうね。そして上が1500円になります。はい、このカジュアルビールバー W さん、オープンが9時30分から、そしてクローズ3時までです。そして定休日が日曜と月曜になります。それ以外に皆さんお越しくださいね。はい、本日はカジュアルビールバー W さんにお邪魔しました。また皆さん楽しみにしててくださいね。